いいですか。あ、ということで、じゃあとりあえずどんなことをやってるかっていうのを、まあ、ちょっと触りだけ、ね、触りだけ、ね、本気でやるとね、2時間3時間かかってしまう。なので僕たちのやってることの凝縮した曲をちょっとね半分ほどね、そうですね、やりたいと思いますので、うん、まあ、今日はちょっとアニソンとかそういうのではなくて、お客様のねちょっとお店の雰囲気も考えて、ご年配の皆様にそうですねちょうどいいような感じの、ね、はい、曲をですね聞いていただきたい。放題でいくと私たちはもう終わったのよっていう歌ですけども、はい、英語で言うと Love is over っていう曲です。いい声自画自賛。はい、それでは OK スタートしちゃって、悲しいけれど終わりにしよう。歌うまいです。キリがないから Love is over わけなどないよ。こんな実力ですか、ね、ただ一つだけあなたのため体重オーバー。若い過ちと笑って言える。なんかおかしいんですよ。時は過ぎたわ。いや、はい、体重オーバー泣くな男だろう。腹さすったぞ。暴飲暴食早く忘れて、私はあんたを忘れはしない。誰と比べても忘れはしない。比べるんだよ。きっと最大のデブうざいよと思うから。体脂肪もばごまかさないで本当の自分をじっと見つめて Love is over 最後に一つ、あなたに合う服はきっとないわ。服着てるよ。いや、じゃあさ、もうねただのデブじゃないところを最後にちょっとだけね映してんじゃないよ。いきますよ。もういいよこの歌、切ってくれ。はあ、こんな感じなんですけど、はいはい、カメラマンの女の子が笑ってるっていうね、非常にショックな出来事なんで、ね、声出して笑っていいんだよ。さっきからクス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 お仕事中、これまだね触りなんです。そうこんなもんじゃないですよ。今一応ほらね、ユス乗っかっちゃってるので放送禁止できないじゃないですか。そう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 、ライブの時はもう禁止バンバン行きますから、ね、本当ジャスラックの方気をつけてね。すごいよ、ね、これだけじゃないんですよ。そうなんですよ。一応 ね大きなレッドイットビーとかね3年目のカナダとかね、今これからまだね喘ぎ声とかね、いろいろあるんですよね。いろんな曲があるので、もう和洋折衷いろいろ今ね企んでおりましてですね、どこまでできるか、いつかワラップスとか出てきますか。あ、いいね、でもねワラップス短いですからね、僕らだとちょっと尺が足りないというか、まあ席戻りますか。戻りますか、はい、結構好きなので2時間でも3時間でもこうやってずっといると思います。どうでもいいけどデスケさん呼んでください。
よろしくお願いします。ありがとうございました。